ラッシュでございます。どうも、武田でございます。刻んでいこうぜ。サワディーか。どっかの国の挨拶です。こんにちは的な。どこの国かは知らん。はい、ということで本日の動画なんですけれども、2022年、クラブ対抗始まったね。これやんないとやっぱ夏始まったって思わないんだよね。そうだね。朝4時半起きぐらいで、現地着いてからもう到着してすぐアップだったので、ほぼカメラを回していない状況でした。僕のオープニングが撮れてないので一回撮り直ししている状態なんですけれども、僕は今回100とやり投げにエントリーしました。いつも通り本種目のね、やり投げは年に一度っていうことで、ツッコみなさいよ。いやだってその通りふざけんなその通りだよお前。今回よしきさん何エントリーしたんですか。1500エントリーしました。あ、オンリーです。オンリーなのっていうのも、実はね、次の日、別な大会で 5000m 出場しなきゃいけなくて。しなきゃいけなくてって言い方やめろ。土曜日に1500があって、日曜日に 5000m があったみたいな感じか。はい。イメージは。もう一つ見どころ。病み上がりの1500です。お前って大体病み上がりだよね。動画出るとき大体病み上がりだよね。前回の 3000m の試合から、だいぶ燃え尽きたというか。まあまあ、そういうことだよね。燃え尽きたプラス、涼んでった。ああ。前回、原監督に練習しろって怒られたんで、今回は2週間にしときました。1500、5000を自分の中でまとめて、また頑張っていく。きっかけ作りのレースになります。じゃあ早速ね、朝の現地入りから、僕の 100m の予選まで、皆さんに通して見ていただきたいと思います。それではどうぞ。ダッシュで行こうぜ。急に回すね。おはようございます。おはようございます。今日も元気に大会に参加していきたいと思います。5時起きです。今後90分でやっていかないと。そうだね、ちょっと楽しんでいきましょう。頑張りましょう。お願いします。何この音楽。男子 100m 滝崎君ルドルフ時間11秒27、なんか動き良さそう。ただね、ちょっとね、風が向かい風ですね。たまに追い風になるんですけど、追ってほしいな。今日8割9割ぐらいで行って、多分7月16日の山形県戦にピークを持ってくる、まあそういう重要な一本になるレースかと思います。それでは続いて第4組のレースということになります。内側から入っていきまして、第3レーン武田君はアクセル TC、 イエーイ。第4レーン頑張れ青山です。見事な飛び出しで第3レーンのアクセルの武田君、11秒1台で止まっております。マイナス 1.6 で11秒1台。第4ダッシュで行こうぜ。いいねいいね、正直めちゃくちゃ不安で、いやめちゃくちゃ不安で、今年はね、体調不良であったりアキレス腱痛めたりハム痛めたりって、まあ全然感知してないんですけど、悪い入りだったので、こうシーズン入りがこう良くなかった状態だったんですけども、その中ではちょっとこう練習ができた。5月にやった東日本実業団を終えてから約1ヶ月ちょっとぐらい、納得はできないけど、ある程度こうできるようになってきての 100m の試合だった。1週間後に今年タイム狙いたい山形県選手権があるので、1週間前のこのクラブ対抗でなんとなく分かるわけですよ。このぐらいのタイム見込めるなみたいな。今回ね、これね、無風換算した時に11秒3とか4ぐらいの想定のタイムだとどうしようと思って、そんな心理状態になっていたかというと、最近ね、練習とか皆さんの前に上げれてないんですけれども、 50m とか分かるわけ、立ちなんでね。早い時やっぱ5秒6とか5秒5とか、どう頑張っても5秒8とか9だったんですよ。しかもマックスぐらい入って、うわー、それは不安になるね。要するにこれ11秒45くらいなんですよ、想定的には。去年の周辺一番いい時のさ、100のタッチダウンさ、10秒2とか。そうなんですよ、10秒2でやっぱ10秒7ぐらいやっぱ想定できて、まあ去年も10秒7出せたってところだったんですけど、それで向かい風でマジで11秒45あるわと思って、よかった。いやマジでそうだね。俺もね、めっちゃいいじゃんと思って、今年一番いい動きしたんじゃねえかなって思った予選の一本でした。マジです、ありがとうございます。まあという感じなので、このまま終わりたいと思ったんだけど、クラウタイプ校で僕さ、本種目のね、 100m で、本種目のね 100m で一回も決勝行ってないから、一回も決勝行ってないからさ、くかみたいな。上位入賞はきついかもしれないけど、決勝はいけそうだなと思って、まあ、準決勝出るかと心に決意をして、行きます。行きました行きました。楽しみ楽しみ。じゃあもう一本見れるのね。見れます。イエーイ。けれども順々的にこの後ヨシキの戦後があります。確かに。はい、ということで久しぶり
ぶりのワイプで、ワイプだ、はい、お客さんにお届けしていきたいなと思いますけれども、はい、申し訳ない、俺が撮ってちゃちゃ入れようと思ってたんだけどってことは、初俺のまだ見てないところでしょ。初、ガチの初、ガチの初、何楽しみにしといて、ほんまっす、ありがとうね。ありがとうございます、本当にめちゃくちゃよく撮れてます。あ、そうなんだ、はい。想定タイムみたいなあるんですか。2週間ぶり、本当に2週間ぶりだったんですよ、うん、この戦後が。アップもしてないんです。えぇ、ー、もう本当に3000のレースが終わって、まあ、なんか動画でちょろちょろ走る機会はあったじゃないですか。あれ省いたらマジの2週間ぶり。まあでもそのアップじゃないでさ、はい、あれ作戦でもあるんじゃないの、その暑すぎるから。あ、そう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 、それもあるんで、軽く本当にストレッチと、まあ、ちょっと動いたぐらいでスタートしてて、ただやっぱまとめたかったんで、まとめたいというか今後のきっかけのスタートにしたかったんで、まず3分ペースを切っていく。なので目標は4分30秒を切れるかどうか。へえ、結構早いね。なんかシクルと全然かかるでしょ。あ、私も全然もう普通に4分37とか4分40は平気でかかっちゃうんで、練習してない僕だと。てかさ、普通にいい位置になりたいもん。いや、ただ、うん、もうね、もうみんなには申し訳ないけど、もう今回は動画の撮れ高とか何も気にせず、もう絶対72秒で押すんだっていうので、今一周71秒で入ってます。素晴らしい。どうでした？自分の走りをひたすら貫いたから、レース展開的には何の取れ高もないと思う。なるほどね、はい、ただしっかりその4分30秒以内でまとめたのかどうかっていうところと、あと今日スパイクドラゴンフライで走ってるんですけども、よしきスパイク履くとあんまり動きがよくなくなるっていう、有名だと思う。いや、陸上界では有名だ。マジで動き見ててほしい、うん、確かに今のとこなんかぴょんこぴょんこが跳ねる、うん、なんかその動きがちょっと少なくなってるかなと、潰せてる感じありますよね、はい、うん、この時点では本当に2週間ぶりに走ってるっていう動きではないよね、うん、普通にキレがある。で、楽そう、うん、どうだったの最初71秒入った時は。めっちゃ楽だった。あ、楽だったんだ。めっちゃ楽。すげえな。玉ひばねっていうのもあるけど。ああ、なるほどね。それも多少ね。はい。あ、これもあれか。お前ら71で刻んでねえだろってことで。あ、そうそうそう。これ抜いてってるね。で、72秒0です。完璧。完璧のペースメイク。そう。うん、前はね、本当にちょっと垂れたり、なんだり、多分レースしてるんですけど、うん、僕は完全にペースをしてます。ペースをしてるんで、はい、これ後ろの人のペースを一緒にするってことで大丈夫？それは違うか、ごめんね。いい感じに、うん、風もだいぶ強くて、そうね、吹くときは3メートル、4メートル吹いてて、バックストレートすごい、バックストレートだっけ？あ、違う、これ待ってるからね、どっちも吹く。基本的にはホームストレートが向かい、めちゃくちゃ向かい風吹いたときにちょっと気持ち休んで、あ、凝ったなって思ったらまたちょっと力入れたりして。なるほど、72秒を崩さない。いろんな完璧だ。動きもさ、ちゃんとこれラスト一周。いや、まだ、まだ、あ、ラスト一周だ。1000m の通過言うの忘れました。はい、ごめんなさい。でもまあ、字幕出てるから大丈夫。1000m も3分から2分59でくれる。ああ、そうなんだ、はい、素晴らしい。で、この1周71秒。おー、で、ラストラスト上げて、ラストはね、上げなくていいんですよ、うん、本当は、うん、でも、ちょっとやっぱりレースだからちょっと欲出ちゃうよ。ああ、欲張ったよね。余裕があると上げたくなっちゃう、うんうんうん、これさ、もうゴール前だけどさ、完璧だった、まさか。違う違う、うん、え、俺本当にこれ2週間ぶりくらいよかった。なるほどね、うん、やっぱ正直萩さんの時暑くてちょっとパフォーマンス出せなかったけど、やっぱりね、状態仕上がってたからその分が残ってる。なるほどね、うん、もうね、本当はね、抜きたかったんだけど、まあ、別にいいよ、このままゴールしないと。なるほど、はい、これで気になるタイム5秒ということで、
めそうでした。いや、本当ありがとうございました。もう何もいいことないです。これから頑張る。はい、これをきっかけにまた明日から頑張りましょうっていう感じで、はい、決められました。ということで次、僕の 100m 準決勝いってらっしゃい。ダッシュで行こうぜ。今ね、準決1組目終わったんですけど、1組目は追い風でした。さあ、今季の武田の10秒台が見たい。さあ、それでは第2組出場です。何だ、あー、気づいた。ピースじゃねえよ、ピースな。第6レーン、武田君、アクション TC。 いいよ。オンヤマさあ、3レーンは森くん、ちょっと向かい風に苛まれた。いや、向かい風マイナス 2.4。 さあ、お疲れ、とりあえずお疲れ。さあ、帰ってきました。シアートのこの光景ってかっこいいな。ちょっと負けちゃいけなかった。何位だった？ちょっとごちゃったよね、最後4着で 0.01 で決勝いけなかった、はい、うわマジか。ダメなんだけど、予選通してここまで走れると思ってなかった。疲労どんだけ抜けるか、ここにかける。勝ったなきゃダメだな、あれは。ここは勝ったないとダメだったっすね。まあまあ、しゃあないし、しゃあないでしょ、うんうんうん、これは。いや、でも本当に不幸中の幸いじゃないけど、来週が本番なので調整していきたいと思います、うん、悔しい。そう、じゃあお疲れ様でした。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に。さようなら。あ、あ